ートレース唐津が新モーター新プロペラに切り替わって3節目は4日間の短期決戦第15回虹の松原カップ、いよいよファイナルです。優勝戦第12レースのメンバーが登場してきました。12レース優勝戦、1号艇福岡の中辻隆人、2号艇福岡の石倉陽子、3号艇山口の島川海輝、4号艇佐賀の安河内翔、5号艇滋賀の遠藤恵美、6号艇福岡の大賀龍之介、枠なりに作戦行動が始まっています。人気が集まっているのが1号艇の中辻隆人です。今年もハイペースで優勝を重ねる中辻、今回も素早く仕上げまして予選はトップ通過、今年 V9 を狙います。1号艇中辻がインを伺っています。2コースには2号艇の石倉陽子です。トーチ唐津は前回6月優勝ゴール、今回は64号モーターを相棒にトーチ連覇へ挑みます。2コースへ。3コース3号艇の島川海輝は今がまさに伸び盛り、準優は鮮やかなまくり出しで唐津初優出でした。ここは本番も3カードに引きます。4コースに4号艇安河内翔、誰よりも慣れたホームプール、準優もまくって仕掛けて見せ場を作りました。5コース5号艇遠藤恵美、準優は石倉に再三詰め寄る走り、女子のトップレーサーからファイナルも目が離せません。そして大外6コース6号艇大賀龍之介、2日目から気力アップに成功、繰り上がりの月も生かしてチルトを跳ねて初優勝へチャレンジです。2対4に分かれ、インコースから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。3番4番5番6番と出して勢いよく出ていきます。3コース角から伸びていく3号艇島川、逃げる1号艇中辻をまくる3号艇島川、そして2号艇石倉に4号艇の安河内、バック側2号艇の石倉が一歩前に出ていきます。スタートは前提正常でした。刺した2号艇石倉が先頭、食い下がる4号艇の安河内、2番4番の優勝争いです。さあ内側4号艇の安河内が2マーク先前に出る、2号艇石倉差し返してホーム側、2番と4番先頭争いは内を通る2号艇の石倉がわずかに前、アウトから4号艇安河内も粘っています。大時計前ではわずか1点のリード、2号艇石倉、食い下がる4号艇安河内、その後ろ3番では1番3番の接戦、2周目1マーク2号艇石倉につけ回っていく4号艇の安河内、しかしここは受け止めて2号艇石倉がトップです。リードを広げて単独トップ2号艇の石倉陽子、惜しくも2番手4号艇安河内翔、3番手は1号艇中辻対3号艇島川の接戦が続きます。その後ろ5号艇遠藤、6号艇大賀、2周2マークトップは2号艇石倉、2番手4号艇安河内、3番手は3号艇島川の内側から1号艇中辻、ここでさばいた1号艇中辻3番手、上位体系は2番4番1番で優勝戦は最終周回、後続は3号艇島川、5号艇遠藤、6号艇大賀、3周1マークトップで2号艇石倉、2番手4号艇安河内、1号艇中辻3番手、さしてもう一度接近3号艇の島川、さあ最後のバック1号艇中辻に再度迫ってくる3号艇の島川が一点審査となっています。そんな中先頭は大激戦から独走に持ち込んだ2号艇石倉陽子、これが通算12回目唐津は連覇となります。今年2回目の優勝へ、2番手4号艇の安河内、3番手は1号艇中辻が守りきりました。まもなくゴールです。先頭2番石倉優勝五輪、4番安河内五輪、1番中辻、3番島川五輪、5番遠藤五輪、ラスト6番大賀五輪です。